おお、マジか。70.55、よくない？おはようございます。どうも、アナチです。本日はですね、前回動画でお伝えした通り、私3ヶ月で約11キロ減量に挑戦しております。3ヶ月で11キロ痩せる1日のルーティーン、お伝えしていきたいと思います。3ヶ月で11キロ痩せる1日のルーティーン、お伝えしていきたいと思います。果たして痩せれるんでしょうか？まずね、絶対痩せるんですけど、で今朝体重測ったら 70.55 ということで、順調に、まあ少しずつですけどね、体重は落ちておりますので、なんとか一安心っていう感じなんですけど、不安だよね。でまず朝一起きたらこちら EAA 飲みますね。マジでバイタスさんの EA がめちゃくちゃ美味しい。ほんとジュース必須アミノ酸を大事に体に入れていきましょう。うん、まそしてこちらもバイタスさんのマルチビタミンのビタパワー飲んでいきます。やっぱりリアルフードからマルチビタミン系をこう取るのってなかなか難しいし、食べる量も多いので錠剤で飲むのがいいと思います。こんな感じで EAA とマルチビタミン飲んだら散歩に行ってきます。朝の有酸素。今日は気分転換です。外をウォーキングしたいと思います。めちゃくちゃ晴れてるやん。今日はね、天気がめちゃくちゃいいので外でウォーキングしようと思います。こんな感じで減量中は、まあ、何かと気分転換とかリフレッシュしないとね、暴飲暴食のスイッチが入っちゃいそうなんで、常にリフレッシュしながら楽しみながら減量することを考えてます。去年の2023年の11月まではここの河川敷をもうガチランナーとしてガチで走ってたんで、なんか不思議な感覚、ここ歩くっていうのがね、ほんとないから。半年前はめちゃくちゃガリガリでランナーみたいな体だったんだけど、それ考えるとすごいよな、体の変化。今走れないもんな、あんな早く。 1000m 普通に余裕で3分切って走ってたんだけど、今無理だな。はい、今ね、朝散歩が終わってだいたい30分ぐらい歩きましたかね。こうやってね、朝空腹状態というか、まあ、固形物は入れない状態でウォーキングすることによって脂肪燃焼してくれるので、いい感じで痩せてきてる原因がこの朝のウォーキング、朝の散歩だと思ってます。皆さんもぜひ朝起きたら、まあ、ちょっとね、水分から栄養補給をした後に朝ごはん食べる前に朝散歩してみてください。なんだこれ、なんこれ、乗ってみたい、なんこれ。はい、朝散歩から帰ってきました。帰ってきたらプロテインを飲んでいきたいと思います。これもバイタスさんプロテイン、キウイ味、めちゃくちゃ美味しいから続けられる。結構ね、私の視聴者さんとかで、まあ、EAA もプロテインもなんですけど、バイタスさんのやつ飲んでる人が結構多くて、本当に好評ですね。いや、こんな美味しいの教えてくれてありがとうみたいな感じでね、皆さん言ってくれて嬉しいです。ただ紹介コードとかそういうのは全然ないんですけど、ただ私がシンプルに好きなものを皆さんにこうシェアしてるっていうだけなんで、皆さんね、それを信じてご購入してね、飲んでくれて私も嬉しいです。うまっ、ほんとキウイジュース、プロテインとは思えないぐらい美味しい。ちょっとね、汗かいたんでシャワー浴びていきたいと思います。はい、それじゃあ今から朝ごはん食べていきたいと思います。朝ごはんは極洋のサバ缶と白米 150g、 これね、前日に作ってたやつなんでチンします。あっ、あっつ、あっ、えぐー、めちゃ熱、めちゃくちゃ熱、どうした？はい、朝ごはんこんな感じ。白米 150g と極洋のサバ缶の水煮ですね。これマジで美味しい。このまま食べれちゃうから、美味しすぎて。うん、美味しい。やっぱ水煮缶になるとどうしても匂いがっていう方いるじゃないですか。匂いが気になる。これ全然匂い気にならない。生臭さも全然なくて、これ汁ごと飲めるんで、マジで。水煮缶は絶対汁ごと飲んでください。ここのね、汁にね、 EPA とか DHA とかいい良質な脂質が入ってるんで、絶対汁ごと飲んで。うん、うまっ。でこの極洋さんのサバ缶なんだけど、これもね、もちろん私案件とかでもないし、クーポンとかも出てないんですけど、私に指導してくれてる直哉さんの方のチャンネルでは、極洋さんの
このサバ缶のクーポンが発行されてるみたいなんで、直江さんのチャンネルで安く極洋さんのサバ缶水煮缶手に入れてみて食べてみてください。ぜひ。うん、美味しい。ごちそうさまでした。ちょっとね、今日は夜から直江さんのパーソナルトレーニング、初めてのパーソナルトレーニングがあるので、ちょっと日中編集作業とかしていきたいと思います。お昼ご飯はちょっと時間がないので、こちらコンビニで買ってきたものを食べていきます。あとご飯 150g です。はい、ということで直江さんのパーソナル前に、まあ、編集とかいろいろやっててお腹すいたんで、まあ、お昼ご飯があってらこちらですね。タンパク質が 11.9、 脂質 6.5、 ちょっと高いけど、で炭水化物 1.0 の豆腐バー、カニカマスティック、タンパク質が 10.1、 脂質 1.3、 炭水化物が 7.1 ということで、結構これ好きなんですよね自分。いただきます。うまっ。こんな感じで時間がないときはちょっとコンビニに頼ります。結構コンビニでも原料虫結構売ってるんで、めちゃくちゃおすすめです。豆腐うまっ。はい、ということでこっからね、ちょっと時間があと3時間ぐらいあるんですけど、パーソナルトレーニングに向けて準備していきたいと思います。1 2 9、ワンワン、ここでキープしましょう。ストップ。ここで握らずに、ここで耐える意識。5 4 3、脳みそで意識。1、ゆっくりとストレッチかけていく。肩が上がらないように、伸びてるんで、うわぁ、よいしょ。9、まだいける、あと5いきます。よいしょ。20、チャンスチャンス。1、2、3、今日で2キロ絞りましょう。よいしょ。4、ワンワン、よいしょ。で、最後ゆっくり、ゆっくりゆっくり、意識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 、広がりたい広がりたい。はい、よし。わあ、いいっすね、いいっすね、うまい。そのイメージで、こいつもこのままわいい。で、で、腹筋っす。ここ東京っす。はい、東京か地域、地方、地方っす。で、集まってください、はい、東京に。あ、このイメージっす。 OK っす。ゴー4で、肩もモリッと、はい、しっかり。3 2、はい、 OK です。東京はずるいっすよ。1 2、つもわつもわ。ラスト、ジャンプいきます。呼吸整えてからです。はい、せーの、耐える。ラストいきます。整えて、せーの、まだ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 、 OK、 よし。そう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 、はい、 OK です。グエ、どうでしょうか。長谷さん、なんすか。鬼です。いやいや、鬼の普通です、普通です。普通ですか。普通です。えぐい。今までにないパンプしてるんで。あ、どうですか。マジでやばいんで、皆さんトレーニングとか分かんない人、本当に自分も分かってたと思ってもやってすらめちゃくちゃ今効いてるんで、マジ初心者の方もトレーニングやってる方も長谷さんにトレーニング教えてもらってください。概要欄に載せとくんで、絶対調べてください。全員きつくないんで、全員きつくないんで、ひろきさんだけです。あ、どうもすいません。優しく、あった、レベル感にあったもんね。レベル感あります、もちろん。ありがとうございます。1、2、ゆっくりゆっくりゆっくりで、伸びたところでキープ、5秒いきます。せーの、1 2 3 4 5、いいよ。1、スッと、2、そう、見せましょう。よっしゃ。3、大会終わった後優勝でね、よっしゃ、ファンの人と写真撮りましょう。はい、8 9、ワンワン、
OK、クイズ、ストップ、ストップ、肘上げて、肘上げて、はい、ストップ、1、2、3、4、5、6、7、8、いきます、せーの、はい、1、2、3、4、5、握って、はい、6、7、8、9、ラスト、おしまい。腹筋しよう、落とし前傾しで、ちょっと引く、そこ5、4、3、2、1、はい、OK です。ナイス、やばい、えぐいっすね。声がけなかったからやめてました。10、あと2回、いや、ふっ、いや、いや、ラスト、いや、ぐっ、ぐっ、ストップ、1、2、3、4、はい、うちに絞る、1、2、3、4、5、6、7、8、9、下にキープ、はい、ストップ、1、2、3、4、耐える耐える、 OK、 勝った、こんななかったですもん、今日19時に来たんですけど、肩これなかったっすね、これもっとこっちに、そう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 、こっちの広背筋めっちゃいいっすね、はい、こっちも出方、あ、そうそうそう、そんぐらい出す、そんぐらい出す、はい、OK です。あ、じゃあボーディングきつてか、マジで見違えるぐらい違いますね。いや、本当に2時間前と2時間前と2時間前かなり見てて思いました。ここもできたし、絞れたし、肩もこう、今度は足もやりましょう。またちょっと足やるときはまたタイミング見ています。絞りがちょっと加速させたいときとか。ありがとうございました。お疲れ様でした。めちゃくちゃ辛かったんですけど、今までで一番いい筋トレできました。筋トレ史上31年間生きてきて一番いい筋トレ。よかった、本当にありがとうございました。てかすごい気合いですね。いや、本当ですよ。名前さんがやっぱり 120% の愛情を注いでくれるので、そうそう、本当に嬉しくて、この前のカウンセリング、ああ、はい、やっぱ直江さんに教えてもらったから優勝できましたってこう言いたい。いやー、はい、あと視聴者さんあったかすぎません？あー、もう分かんない、ちゃんと言ってくださいね。めっちゃいい人ばっかりする。そうなんですよ、ルイは友を呼ぶというか、皆さん本当に直江さんやっぱりいい方って言ってくれてるんで。いや、でも本当頑張りました。いや、またお願いします。お願いします。お願いします。はい、トレーニング終わりにサラダチキンとプロテインとおにぎり食べていきます。しっかりとね、トレーニング終わりは栄養補給してから令和荘に帰りたいと思います。おお、来た、69.85。 おはようございます、朝です。ということで、なんと今朝測ったら 69.85 ということで、なんと69キロ台に突入。イエーイ、順調。やっぱり直哉さんからのパーソナルをきっかけに、なんか筋トレで絞るコツをつかんだというか、まあ、有酸素運動を頑張らなくても筋トレだけでも十分絞れるなっていう感覚をちょっと覚えることができたので、これいいぞ。3ヶ月で11キロ絞るチャレンジはまだまだ続くんですけど、まあ、今のところ順調といったところで進んでると思います。いや、でも本当に食べるものちゃんと食べてて、お米もね 150g を4回も食べて、まあ、正直減量で苦しいお腹すいたっていう感覚はないままでこんだけ痩せれてるってことは結構順調なんじゃない？いいんじゃない？これ減量調子いいんじゃない？って思ってるんですけど、どうなんだろう。ちょっとね、こっからバチバチに絞れてるなって見た目から分かるぐらい絞れるように、直哉さんからたくさんのアドバイスをもらいながら筋トレも減量も頑張っていきたいと思います。次の動画で体重が何キロになっているのか、皆さんお楽しみに。